キータルトリキですこの世に起こりうる自称事案をスピリチュアルの観点から考察していきたいと思いますどうぞよろしくお願い申し上げますリクエストを一ついただいておりますあのフィギュアスケートの本田ダマリンさんが、えー、西山慎吾さんとアイスダンスのカップルを組むのではないか否か そこら辺のところを占ってほしいというリクエストをいただいておりますどうもありがとうございます本田マリンさんと言いますともうそろそろ引退なのではないかと三、えー、姉妹の長女でありまして、えー、妹さんお二人がもう芸能界で活躍されていて本田マリンさん自身も、まあ、一時期こう芸能事務所に所属されてたみたいですよねで、そんな中で うん、まあもうそろそろ引退なのではないかなということを噂されていましたがどうやらインスタグラムに西山慎吾さんとのアイスダンスのトライアウトの映像なんでしょうかね私も見たんですが本当なんか綺麗ですよね可愛らしいというかうんなんかすごく揃ってて確かに見たいなって思わせるような。 こう動画だから多分あげたんだと思うけどあれはどうなんでしょうね本田マリンさんがあげる必要がなければあげないと思うからねやっぱ見てほしいからあげてるんだと思いますがえーとですねまずそんなお二人のホロスコープ見ていただきましょう。 ちなみにですね西山慎吾さんが本来学年は一つ下になるのか早のぶりで一緒の学年になるのかな一応旧暦換算でえとは同じへび年になってますでいわゆるまあうんこうバイオリズムみたいなもの大きな一番大枠のバイオリズムみたいなものはすごく揃ってるんですよね。まあ、ここでまあ21年間 まあ生きてきていると。それでですね、まずお二人の関係性なんですが、暗解の関係性です。新宿の本田マリンさんが暗を取ります。そして、静宿の西山慎吾さんが解を取ります。激しく求め合い、そして壊れ合うと。おそらく輝くのは、一緒にやればね、輝くのは本田まりさんだろうと。 思います。ちなみにですね。西山慎呉さんなんですけれども、も木曜日生まれの静粛の方で混合武術が当たっております。名利がですね。検問その乗務員夫妻が1の方です。ま静、あ、粛自体が非常にクールでインテリジェンスな宿と言われてるんです。けれども、非常に何かこう柔軟性とか。 うん、なんかこう優しさみたいなものを感じる名利、うん、かなと思いますまあ動物いってあまりいいセクターではないんですがしかし検問が当たってるんですよねうんそして本田マリンさんなんですけれども火曜日生まれの新宿の方えー、本命級が四死球の方ですね で火曜日も当たっってまますすね結構やっぱりいい方だなと思います新宿自体はそれほど猛烈に強い宿というわけではないんですけれども、うん、結構熱いものを持ってらっしゃる方かなと名理が平門在白衣の方そして剣門副総衣波門に難入位が当たってらっしゃいますね少し,少し大人になりきれない方かもしれませんまあ3姉妹の長女ということで まあ役割的には結構うんどうなのかなって長女っていうのは一番なんか我慢を強いられるまあポジションかなと思うんですがそこら辺のところまあ本田真理さん非常に元気な方なんでなんかこうはねのけていくようなこう活発さみたいなのはねなんか持ってらっしゃるのかなっていう気はします。で今年の年参りの運勢なんですが西山慎吾さんは非常に良い年になってますね。 開門電卓医が当たってらっしゃいますそして一方本田麻林さんは序文加害医が当たってらっしゃいますちょっと憂鬱な年月になるのかなという気はします アイスダンスがひょっとしたら突破口になるのではないかなと本田マリンさん自身もなんかこのまま妹たちと一緒でこう芸能界に行ってしまっていいのかひょっとしたらまだこうアイススケートの中で何かできることがあるんじゃないかでまたアイススケートの世界自体がやっぱ本田マリンさんっていうあのキャラクター欲しがってると思うんですよね。でできればこうフィギュア界で活躍ししててほいいっていう そうやっぱりねちょっとずば抜けたやっぱりなんかキャラクターがあるじゃないですか単純に可愛いとか綺麗とかだけじゃなくてなんとなくこうルックスにカリスマ性があるっていうちょっとなんとなくボーボッシュなテイストも持ってらっしゃる方ですしうーんやっぱなんかカリスマ性が何か,か,か輝けるんだったらフィギュアスケートでっていうような,なんかそういう力が働いてるような気がしますねさてではお二人がアイスダンスをペアを組むことあるのでしょうかちょっと見てみたいと思います では参りましょう本田マリンさんそして西山慎吾さん、えー、お二人は組むことがあるのか否かアイスダンスの世界で活躍するか否か見てみたいと思います。めいこれは節制の逆ですよねこの「ロマンティック・タロット」で初めて見ましたけど。 まあだけどこれ天井にダンってきたのはまあ不成立だね <laughs> フュージョンならずという意味かなあ,あんまり良くないってことかねちょっと進めてみましょう、えー、5またこれも逆位置カップの5ですね新たな価値に気付くもしくは故郷に帰るとかっていう意味だよねこれはうんそうだよねやっぱり 本田真ンさんがやっぱりねこうフィギュアの世界でそうもう一花探してほしい、ね、も,うもうちょっと貢献してほしいっていうなんかそういうエネルギーだと思うけどそしてタイト正位置できましたこれは正義ですよね8番だけど、うん、バランスをとって実行するか。 安海の関係で本質的にあどうなのかなやっぱ本田マリンさんが輝くと難しいな名号隊ただ見たいんだよねあのやっぱインスタグラムのそう思ってほしいからやっぱりインスタ上げてると思うんですよねであれ見たらやっぱなんか、うん、なんだろう何て言うんだろうななんか すごく可愛らしいっていうかね2人のこうフュージョンがすごく揃ってて今またなんか2人のペアがすごく盛んじゃないですかカナダイペアもそうだしアイスダンスではカナダイそしてアイスダンスではないけどペアの方では陸流。陸流ペアだってすごいでしょ人気が今だから今なんかこう男と女の奏でるこうメルヘンっていうかラブストーリーというかね あなんか今なんか求められてんじゃないかなこれ私本田マリンさんに感じるな名語対そして逆名語対シャドウで入れますドンこのカードもだけどやっぱりあまり良くない意味なんだよな虚偽とかね欺瞞とかさ、まあ、もしくは均衡を破るだよね うん、ちょっと進めようか <laughs> もっとロマンティックに来てほしかったけどな5ドンえー、ステッキの8番まあこれはライダー版でいうと急展開っていうカードだけど,、ね、な,んどうなんだろうななんとなくまあかつて、まあ、1年前の映像なんですよね。2021年に まあ、トライアウトの時に撮った映像であるかそして「名イトと、えー、最後犬いい来たな「皇、え、帝、ー、が来ました」うんなんとなくかこれは何か大きな力が働いてるような <laughs> 権威が権威の力が働いてるような気がしますがそして最後ドン。 あー逆一のムーンが来ましたねまあ恐れは消えたというようなところでしょうかベールが剥がされるとか疑心暗鬼になってた、まあ、不安みたいなのが消えるっていうとこかなだけどなんとなく釈然としないよねなんかもっとロマンティックに来るかなと思ったけど。 うんなんとなくか釈然としないスプレッドが出てしまいましたこんなん出ましたいかがでしょうかまあアン・カイの関係ってことで最終的にはこうもつれ合うみたいな感じなんだろうけれどもだけどこの単位の位置 に来てるこの2枚はなかなかいいのが来てるんですよねなんともお互いに何かうーんなんだろうないろんな思うところはあるんだけど人が力を合わせれば多分素敵なものが見れるんじゃないかっていうようなパワーは感じるよねこっちはなんとなく教会のパワーにも思うけど。 本田マリンさん逃したくないみたいなさすみす芸能界に、うん、渡したくないみたいなうんそうだねだけどまあ思ったよりは結構シビアなのが来たかないやし行くか。 いいね、コメントチャンネル登録いつもありがとうございます大変励みになっております今回もご視聴ありがとうございましたリッキータロットリッキーでしたそれではまたバイバイ